ママちゃんでございます。コメント返信動画の後編でございますね。お話ししたいと思います。ラブラドールですね、まあ、老齢になるとワンちゃんこう主観がね、ワンちゃんのこの主観がですね、家族内での順番がこう入れ替わってしまうなんてことはですね、もちろんあります、ありますよ、ありますけど、その前にちょっとねラブラドールについて少しね、またちょっと助言をお話ししたいなと思います。でこれラブラドールですね、もう世界的にもう人間社会にはね貢献しておりますね。もう真面目でね、訓練次第でもどんなワンちゃんにもねなる子、名犬になりますね。もう名犬、無限の力をこう秘めた、性格も至って優しく、愛情もかなり持ったね、もう平和主義者でございますただね、ただ気をつけていただきたいのが、すごい落ち着いたりですねするのはですね、生後2年2歳になってからですね落ち着きます。それまではですねもう超やんちゃ、超やんちゃ2歳ですから体も大人です。ただ中身がまだまだ子供というわけでございますね。もう甘えん坊でもう遊び好きね、楽しい生活がずっと続くんですね、2歳までは。まあ平均ですよ、大体ですね。2歳が過ぎた頃からもうね、突然こう落ち着いて大人になりますね。今まで買ってあげたおもちゃだとかも全然興味がなくなったりしますで、そうするとね、もう家の中がね、寂しく感じるようになります大人になるとですね、もう今度はもう主人のね、ご主人さんの足の元でこう常に指示をね、触れるのを待つような状態、いつでもね、お呼びくださいとかね、こんな待ってるね、ようになったりですね、こう必要最低限の的確な動きで、ね、その指示をね従える名犬にこうなるはずでございます、しつけ次第で、ね、で寒さもねそんなにね、まあこういうですね毛が多い子に比べたらちょっとあれですけど、そんなにですね寒さにもですねもう弱いってほどではありません。普通にですね過ごせます、寒さでもね。で力もねかなり強い、思った以上に力強いですから、覚悟しておいてください。はい、で話戻りまして、じゃあ順番がこうギャーンと変わっちゃうのかということでございますけど、これ変わりますね。これラブラドールとかじゃなくてもうほとんどのワンちゃんに関係するんですけど、ワンちゃんが聞こえる範囲だとか、ワンちゃんの目の前で基本的にはネガティブなことをですねあんまり考えないし、思ったりもしない、言ったりもしないっていうのがいいんじゃないかなと思います。でこれやるとですね、ワンちゃんですね離れていきます。こいつ力ないなっていうことで離れていきます。まあこういう思った、本気で思ったりとかね言ったりするとですね、そういうネガティブ思考のこうオーラとか雰囲気っていうのをね、我々人間っていうのはね無意識にうちにこう出すんですね出しちゃうね、それをね読み取ります、ワンちゃん。ああこの人ねなんかあれかとね、あ弱いんだなって、弱くなったんだな、じゃああっちの強い人に行こうとかねあります。なんでこうワンちゃんがね、やんちゃなワンちゃん、まだ若いワンちゃんが遊んで遊んでとかね来たけど、お年寄りの飼い主さんがもう俺はもう年だからさ、もうお母さんに遊んでもらいなさいね、ほら向こう行きってね、こうやって遊ばない、もう年寄りだから本気で言ってるそうするとそれ読み取りますね。でお母さんのところに行きますとね、ママちゃん、ママちゃん行きましたとね、あーどうしたのママちゃんってね、こうやって遊んであげる。そうするとね、やっぱりそのお母さんの方が順位上になるわけでございますね。あこっちの方がね遊んでくれると、まだね、あ生き生きとして楽しいね、ワンちゃんとしても楽しいね、あの人力落ちたってダメだなもうとかね思っちゃうわけでございますね、ワンちゃんも。なのでワンちゃんの目の前ではそういったね、まあ、ネガティブ思考にはならない。特にねワンちゃんは上下関係ですね、しっかり気づいてますね、今まで気づいてきましたとね。それが急に飼い主さんもう年取ってきたから急に浮気になっちゃったとかね、そういうことですと、それを読み取りまして、あこの人力弱くなったんだと
ね、まあ、動物社会でもありますよ、野生の社会でもね。年取ってきたらね、ボスが年取ってきたと。で、ボスが 弱みを見せるようになるんですね。ああ、もう俺年じゃダメだと。ね。よく見せます。そうするとね、ボスがこう入れ替わったりしますね。まあ、わかりやすいのが、お猿さんの集団ですかね。集団で、一人がボス。ね。で、ボスが年寄りを取ってくると。年取ってくると。ね。2番目とか3番目がね、ああ、あいつ弱くなったなって。ね、で1番目のボスも、もう俺はダメだで、弱いで、弱くなったでとかね、この群れお前任せるねとかね、こう雰囲気になるわけですそういうネガティブ思考をね、そう出すわけですよね、動物は。でそれ読み取ります、お猿さんも。もちろんお猿さんじゃなくてワンちゃんも読み取ります、動物ね。そう読み取る力が人間よりずば抜けてますからね、もう思ったりとか言ったりするとですね、それ読み取ってね、あ、分かりましたということで、じゃあこの人じゃなくて今度向こうのご主人についていこうと、お母さんについていこうとかね、お母さんの次にこの人だったんだなとかね、この人が最初は一番だったのにね、力なくなったから今度お母さんにしようとかね、そういうのあります、全然あります、ありますね、ありますので、ご注意ください。はい、いかがだったでしょうかね、後編でございました。ご参考になったでしょうかね。またよろしければご覧になってください。バイバイ。